女の肖像は、柴木よし子の小説。また、それを原作とした、テレビドラマ。茉貴子は4年前、監視一回り以上年齢の違う画家の河津孝明と結婚。しかし講習は、自分の描く絵画への方向性に行き詰まり、約半年の予定で、スペインへ渡ったが、そのまま連絡が取れない状態となり、実質逃避業となった。残された茉貴子は、 義理の息子の俊一を抱えているが故、生活区の問題が押しかかるようになり、仕事を探した結果、阿波画廊で見習いとして働き始め、その阿波廊で休みおさむの個展を開くことになりその準備をしていた。おさむは、画学生時代に、薪子に思いを募らせ、惹かれていたが薪子の結婚でショックを受け、フランスへ渡っていた。おさむの個展の後、薪子は、阿波画廊に正式採用になるが、 おさむはマキコを思うあまり、絵を描く気になれずにいた。マキコが後に画商として自立するその様子、おさむやガロー主のあわら、マキコの周りの様々な人々が絡む、人間群像などを描いた。1980年1月15日から1980年4月1日まで、日本テレビ系列の火曜劇場にて放映。放映話数は、全十2話。 本作のために、主演の加山よ子は、東京、銀座の画廊を見学して役作りに励んだ。また、劇中に登場した絵画はすべて本物を使用したと、いう。参考、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、北海道新聞、京都新聞各宿冊版、1980年代、前。 ドラマクロニクル編集部編集官 TV ガイド1980年2月8日、号95ページより、ありがとうございます。